にちは。モロッコのマラケシュに来てます。自由時間が約40分あるのでブラッとしてます。ここはもう馬車がいっぱいですね。昨日もたくさんいましたね。本当に、観光用の馬車だろうと思うんですけど、いっぱい止まっていますね。だから結構臭いです、ここらは。こんな感じでみんな客待ちですね。あんまり近づくと声かけられて、金を払えとか乗れとかいうのが言われるんで、適度な距離を置きながら歩きます。これだけあったら営業するのも大変ですね。多分相当高いだろうと思います。イスラム教の国なんで、度胸は流れますね、定時に。そこらは、トルコなんかとも一緒ですね。しかし、でもこんなにたくさん、馬車があるとは思わないかったですね。でも実際でも臭いです。お馬さんうんこしますからね。うんこ入れですよこれが。こっち側にもこういう風に並んでいますね。動物園に来たような感じの香りですね。欧米人もこういう風に来てますし、これは観光用じゃなくて荷馬車というか、今でも荷物を入れて活躍してますね。ここは、団体客の乗降場所でもありますし、一般のバスの乗り場ですね。こういう風にして一般の人が乗ったりしてます。ここらはちょうど交差点ですね。そんなに激しく行き交ってるっていう感じではないですね。ということで、報告終わります。それではさようなら。